オプス -12 は日本電気製の3次元レーダー。海上自衛隊の白根型護衛艦において関西対空捜索レーダーとして搭載されている。海上自衛隊では初のミサイル護衛艦である天津風に搭載されたアン SPS-39 より3次元レーダーの運用を開始し、続く立ち風型護衛艦ではアン SPS-52 に更新された。 しかし一方で、春永田護衛艦では二次元レーダーしか搭載されていなかった。このことから、ヘリコプター護衛艦及び短距離艦対空ミサイル搭載艦向けの国産三次元レーダーとして開発されたのが本機種である。なお本機種の開発にあたっては、アン s p s 3 9 5 2の開発元であり、 自動警戒管制組織で日本電気とも密接な関係があったヒューズ社に技術料が支払われていたとも言われている。本機種は航空自衛隊がレーダーサイトに装備する JFBS-2.3 次元レーダーとの技術的類似性が指摘されている。不要格方向は電子的に旋回格方向は機械的に操作される。電子的な操作形式はアン。 SPS-52 と同様の周波数、操作型であり、動作周波数は S バンド。パッシブフェーズドアレイアンテナは18度傾けて設置されており、プレアレイ方式のペンシルビームを採用している。J,FPS-2 では、フェライト移送機とレーダー送信管の間は、S 字型同波管によって接続されており、レーダー送信管としては進行波管及び、 交差電力増幅管が採用されていた。イフアンテナは本体下部に設けられている。OPS-12 の搭載は知ら型護衛艦の2隻のみに止められ、旗風型護衛艦では再びアン s p s 5 2が搭載されたが、この背景にはヒューズ社からの圧力があったとも言われている。その後1990年に収益した和紛れより、 汎用護衛艦向けの国産関西三次元レーダーとして、三菱電機製のオプス -24 が収益を開始した。ありがとうございます。